2013年の、5月16日、時刻はですね10時48分です。現在ですね名阪国道国道25号を、峠を越えましてですね、ちょうどあの開けるところに来ています。奈良盆地ですか。奈良盆地がすごく見渡せるところにやってきました。これからですね道の方はですね勾配を稼ぐために大きく迂回っていうかぐるーっと大きくカーブをして勾配を稼ぐような区間に入ってきます。ナビで見るとねこんな感じになってます。こういうぐーっとなんですか、氷炭型のように道がねぐーっと大きく、これが発展すればループ線みたいな風になるわけですけれども、で今日はちょっと霞がかかってしまってですね、さっきちょっと奈良盆地の方をちょっと映したんですけども、ちょっと見え方はちょっと良くないです。今これがですねずーっとぐーっと大きくカーブをします。今ちょっとこの方向に奈良盆地が見えましたけども、今どんどん勾配を降りています。でっかいボビンを積んでいます。ボビンっていうか電線巻きですね。だいぶ高度もね下がってきてます。でも耳ツンはなりませんけど、またもう一回ですねぐーっと90度以上、カーブします。ちょうどこちらの方にですね奈良盆地が見えます。最後のカーブですね。80度ぐらい回ります。ぐーっとカーブしてきますよ。間もなくですね、天理市、天理教で有名なですね天理市へと入っていきます。一旦画像を切ります。お、で今正面にですね
街並みが見えてきましたね。ですね、まっすぐ行くと、高速を通ってしまいますから一般道の方にですね、行きます。